1問、2問、3問、シマモンでーす。シマモンでーす。取られましたね。お前が言うんかいって感じですね。ね、可愛いからですけどね。前回の動画でですね、香水を歌ってもらったマナちゃん。まあね、僕との関係性なんですけども、僕の、ほんと同級生、親友の娘さん。まあこれだけ可愛い時代なので、ぜひ使わせてほしいってことで、お父さんにお願いして。まあお父さんは両親の方から OK が出たので、ね、シマモンチャンネルにね、登場してくれました。ありがとうございます。本当に嬉しい限りだね、マコね。ですね。シマモンチャンネル、ブスしか出てなかったよね、今までね。出てないです。ちょっと合わないかなっていう気がしたんだけど、なんかここでね、新しい風がね、ね、入ってくれればと思って、今回登場してもらいました。まあね、説明しずにね、香水歌ってもらったんで、いきなり、こんな、ね、女子高生みたいな子が登場してと思ったんですけど、まあどうでしたか？多分いろんな憶測がね、うん、あの子は誰なんだっていうね。そうですね。今回それが判明したってことで。今高校3年生で。高校3年生。この残り少ない高校3年生活を、シマモンチャンネルにぶち込んでもらおうかな。まあ勝手に言うんですけどね。お父さんどうですか？え、OK。OK だって。はい、YouTube 初登場。YouTube 初登場だね、マナちゃん。TikTok とかね、他インスタとかはね、ちょいちょいアップしてね。プチバズは起こってんすけど、さらにここでバズらせようと思って、YouTube、満を持して。じゃあもう YouTube では、そう。初登場。初登場。もっちゃんの隠し子じゃないかとか、いろいろ。実の子にはね、YouTube NG ってやつ。実の子は NG。実の子には重くそ断られて。もう、どれぐらいの、もちゃんとマナちゃんどれぐらい？赤ちゃんの時から知ってるよ。本当に。ね。おぎゃーて、本当に。あ、本当もうその時から。なんか、恋愛の相談もなんかそう、恋愛相談みたいな。マジ恋愛話とかもね、ターゲット、お父さんの家に行くとね。相談する相手よ。そう。夜中まで結構喋ったりしてね。そう、仲いいんですよ。こう見えて、シマモン。シマモンのアドバイスはどうでしたか？いや、なかなかです。おだって俺がお父さんの家に遊びに行くと、バイト休んでくれるの。すごくないこの関係性。ね。恋愛話したりとか。楽しいもんね、毎日ね。ほら。どんなバイトをやってるかとか。簡単に。飲食店だね、普通に。まあ今、飲食店のバイト。飲食店で、アルバイト。まあ何屋さんとか明石だとね、調べられない。それはダメだよね。困っちゃうね。まあ飲食系で。うん。毎日探せば会えるかも、みたいな。ね。今回じゃあ、ギャルメイクをしていただいたということで。そうですね。その説明を。もう、撮影は終わってるんですけど、学校帰りのナチュラルメイクから、ギャルに変身ってことで、まあ今流行りの、ね、みちょぱとか、ゆきぽよっぽいような感じのメイクで、もうめちゃくちゃね、可愛くなるんで、もう誰が見てもね、もう、本当にイケてるギャルだなって思うぐらい、仕上がりになってますんで。これもね、僕らおっさんが踏み込んだら、動画だったら、ちょっとご覧にならない人ですね。40代が多いんで、じゃあたまには目の貴重だよね。そうそう、目の模様にしてもらえたら。あ、こうやってギャルメイクって完成するんだ。僕たちの知らない世界が垣間見えると思うんで、うん、ぜひそこもね、楽しんでいただけたらと思います。それでは、ナチュラルメイクからどのようにギャルに変身するのか、ご覧ください。どうぞ。今から学校帰りの清楚メイクからギャルメイクに変身します。イエーイ。まずはカラコンつけます。おカラコンはみちょぱのプロデュースの。うん。みちょぱ好きなんだ。みちょぱ大好き。おぉ。おぉ、ちょっといいね。変わったね。変わった。色が。はい。あぁ。つけた。うん、いい感じ。まず最初にクッションファンデーション。慣れたもんだね、JK。かわいいね。ポン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 。ポン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 。よくやんの、マナちゃんは。毎日、最近はずっとギャルメイクで。やってまーす。ポンポンポンってやったら。クリオのやつを全体に塗ります。うん、本当に。学校でも人気者ですね。うん、キラキラー。おぉ下も塗ります。ピカピカ。
キラキラ。いい感じ。キラキラ。ね。チャイト使います。茶色。うん。だいまぶた全体。もうだんだん雰囲気変わってくるね。やります。すげえすげえすげえ。かわいいわ。うん。そしたら、このゴールドのキラキラを、うん、目の下に塗ります。もうかわいいもん。塗ります。キラキラ。おぉ、いいね。眉毛の描くやつで、うん、ちょっと取って、涙袋を作ります。やっぱ涙袋ね、いるよね。ね。大切大切。大切だよね。OK。下まぶた塗ります。垂れ目に見せたいから。うん。濃いやつで、うん、下に塗ります。慣れたもんだね、はい、下に塗ります。 OK、 OK、 出た。マスカラで下まつげを塗ります。アイラインをとりあえず描きます。すげえ、だいぶ変わってきた。一気にナチュラルから清楚系からね。アイラインは集中して描かないと、よれちゃう、うん。そうだね。ビヤンといったら、変な話だね。そう。マナちゃん顔ちっちゃいな。ほんとに。びっくりするわ。おじさんの半分だもん。よれちゃう。よれちゃう。笑かさんほうがいいね。集中して。はい。おー。そしたら、目頭切開します。はい、上手。 OK、 つけまつけます。ちょっとつけまつけるのは最近つけ始めたばっかだから下手くそだ。いや、逆にね、その JK っぽくていいよね。うん。ちょっとね、初めてじゃないや。まだ経験が浅い。そう、経験が浅いから、うん、つけるのが苦手だから、うん、時間がかかっちゃうかもしれない。左側もそう。行きます。ん、一発でつけた。うん、完璧じゃん。取れちゃうからギュッと。おお、全然違う、右と左が。やばい、やばいね。これはもうマジで詐欺。詐欺。でも元がいいからね。でもね、片方もつけまーす、うん。オッケー、出た。
そしたら、LINE いたします。もう、めっちゃ長く。セザンヌのハイライト塗ります。鼻を高く T ゾーンに塗ります。あ、ここに塗ると、うん、ちょっと鼻が高く見える。おお、なるほど。あとはここニュアンスでも塗る。うん、なるほど。顎、あと口の上塗ったら OK。 すげえ。そしたらチーク、塗ります。チークは濃い方が可愛いということに最近気がついた。なるほど。笑って、うん、高くなる位置に塗ります。 OK。 いいね。リップ塗ります。おぉ、変わった。完成でーす。おぉ、かわいいね。現役 JK ギャルメイク完成ということで、もうちょっとみちょぱみたいね。いいじゃんいいじゃん。ということでギャルメイク完成しました。ありがとうございました。ありがとうございます。グッドボタン、コメントもお願いします。バイバーイ。